回はバック戦ということでいきたいと思います。去年で一番いい状態でリーグ終わっちゃったんですよ。もうどんだけモヤモヤするの。絶好調絶好調と絶好調中畑清です。ようこそ三浦恋の部屋へ。はい、ということで今回の企画も前回に引き続き大丈夫か日本代表ということで、はい、盛り上がるトップリーグで海外選手がね、活躍が注目される中、2019年ワールドカップの日本代表の活躍はいかにということで、まあ、前回はもう僕のね、そういった質問に対して何言ってんのバカ野郎と、皆さんが言って、まあ、まさに話を聞いててね、バカ野郎だなと思いながらも、ちょっと今回はバック戦と。だから結局お前はマスコミの力にやられたってことでしょ。そうですね、マスコミの報道の仕方が。報道の仕方ってことで、最後ちょっと NG ワード言って、なんかぐちゃぐちゃになったみたいなことでしょ。ということで、今回はバック戦ということで、いきたいと思います。はい、よし、いまいちなんないですけど、いきましょう。まあ、まず流れだよね。そうですね、やっぱサントリー、はい、でもね、やっぱね、見て、うん、やっぱり日本代表のスクラムハーフ一人決めろって言われたら、やっぱまだ流れだね。あ、まあ、現時点で、現時点で、もう他にたくさんいるけれども、まあ、いろいろ話題になってますね。やっぱり、はい、あの試合を俯瞰的に見える能力で、圧倒的な遂行力、もうちょっと一つ頭抜けてんなっていう感じが、やっぱ流れ選手見てると思うんだよね。やっぱ流れ選手がいるチームっていうのは、やっぱりフォワードもバックスもやりやすいんじゃないかな。タレント揃いですからね、そのチームは。それまとめてる。そこで斉藤直選手、はい、大越元気選手、あともう一人もう外国人選手の大型スクラムハーフいるんですけれども、だからそのサントリーも全体的に長くやろうとしてるから、まあ、流れ選手ばっか出さないんですけど、サントリーがここぞっていう時にはやっぱりスタメンは流れだね。そこはまだサイトナウトにはいかないんだけど、うん、っていう感じはする。あのそこはパスとかキックとかランとかじゃなく、はい、やっぱゲームコントロールだよね。やっぱもう彼がいるともう他の選手楽だと思う。流れの言う通りやろうって感じ。流れに流れを身を任せようって感じ。まあ、川の流れのようにって感じですね。うん、流れね。ね。いや、これは佐野さんの責任ですよ。待って。お前突っ込むのかと思ったらさ、かぶせないで。かぶせないでほしいな。もう流れ選手のね、流れ身を任せて。いやでも本当そう。うん、だからもう、なんつうのかな、たまに俺こうやってバーってもうバカみたいな試合見させてもらってますけど、はい、あ今こっち行った方がいいんじゃないかなとか、俺レベルでなんか思うことあるんだけど、はい、もう流れ選手ってもうそういうこと言えないって感じ。はい、あ、流れさんがそっち行ったらそっちなんだろうねみたいな。まさに流れを見ようとして。流れに見ようとして。まあでも、そしたらこのポジションごとには今、スクラムハーフっていうところで言ってるんですけど、同じサントリーっていうところで、うん、中村悠斗選手もお話ししていただいていいでしょうか。まあ今回キャプテンを任されたわけですから。ですか。絶好調。そう、もうずっと絶好調。いやいやいや、ずっと絶好調。そうなの、代表。そんなに絶好調。絶好調。やっぱちょっと比較するようであれですか、代表じゃない選手と比べたらもうやっぱ全然違うってことですか、活躍の仕方が。そうだな、なんか特にこの話題を今のタイミングで言ったんだけど、中村亮斗選手は日本代表の時の活躍の時よりも上行ってるナンバーワンの選手、一番みんな多分ビビってると思う、はい、え、中村亮斗選手ってこんなすごいんだっけ。何があったんですか。あのね、一応なんか言われてるのは、うん、その社員ラガーマンだったのがプロになって意識変わった、はいはいはい、あとキャプテンに選ばれたとか言われてるんだけど、はい、いやただ多分本人 の, そのスキルとか努力とかのあれだと思うんだけど、うんうん、ちょっとね、中村亮斗は日本代表のセンターラファエレ以上に外せません今。外せません。ちょっともうじゃあ外せません。ダメですか。もうセンターごめんなさい。もういろんな人がいるって言ってますけど、今回のテーマじゃないですけど、佐野が大好きな池田勇樹選手がちょっと今シーズン不発なのよ。はい、はい、そうですね。あ、だからもうちょっと入る隙ねえんじゃないかなっていう感じ。うわ、センターたくさんいる。激戦区のセンターですからね。でもしここでディラン・ライリーが資格合うんだとしたら、中村亮斗とディラン・ライリーで決まりじゃねえかっていうぐらい、中村亮斗はちょっともう別格です。2019年の時よりさらに さらに一皮を2皮向けてる。いや、もちろんさ、先日もお伝え
した福岡選手とかね、稲垣選手とか、はい、堀江選手とか、もちろんムーアとかラブとかたくさんいたんだけど、なんつうの、みんなそれぞれ当時からこうやって伸びてると思うんだけど、うん、中村亮斗だけこうなんかこう、だからそこを逆に理由を教えてくださいって感じ。やっぱそれはあれじゃないですか、流れに身を任してるからってわけじゃないですか。今中村亮斗の一人だけどうしちゃったのかなで、流れ選手の流れに身を出して、流れ選手がその波に乗っている。いやでも、もしかしたら流れとか、あとボーデンとかのあれかもな。あ、まあ、それはありますね。要はその周りがそういった引き上げられてるというか。だからその分かりやすいシーンで言うと、まあ、今回もハイライトで出てましたけど、そのボーデン・マレット選手と流れ選手と中村亮斗選手の3人だけで捉えてるシーンとかあったんですよ。あった、あった。あれとか、まあもう、なんか豪華でしたね。いや、もう本当に。だけどそのボーデンだけが目立つんじゃないもん、はい、十分中村亮斗もなんか肩並べてるって感じで、で中村亮斗のいいところってやっぱりディフェンスなんだよね、アタックだけじゃなく。でちょっと俺今回のこのシリーズで言うと、結構今回ラファエルに結構厳しめに言ってんだけど、はい、あちょっとねディフェンスに関しては中村亮斗がやっぱ上行ってる。そうあでラファエレのそのオフロードパスのクオリティがちょっと下がってるから、あれあら今ちょっともう名前が出たら、じゃあラファエレ選手で振り返ってみますか。あだからちょっと、はい、あのね、どっちなのかなって感じ。ラファエレのスキルに神戸がついてってないのか、はい、それともラファエレが無理したことをやってるのか分かんないんだけど、神戸がはっきり言ってお前らが見に行った時よりも、はい、オフロードの成功率が格段に下がってる、はい、なんでだろう。いやでもまあね、それはいろいろ憶測ありますけど、もう本当僕にわかなんで、あれダンカーター抜けたからじゃないのかなとか思っちゃいますよね。だから結局そこに行き着くんだよね、はい、ダンカーターがいたからできたラグビースタイルを、うん、まあ、ヘイデン・パーカーはもちろん頑張ってるんだけれども、だから今神戸ファンとかもやきもきしてんだよ。正直去年の方が強かったなって思っちゃうんですよ、今の状態だとですよ。まで会ってきた時に、俺ラファエレがもっと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 目立たなきゃいけないと思うんだよ、うんうん、それがなんか今まで通り自分はアウトサイドセンターで使われる身だって感じだと思うんだけど、ラファエレがスタンドオフとかやった方がいいんじゃないかって、まあ、もうちょっとチームを引っ張るような感じでいった方がいいですよね。だからちょっと中村亮斗と差がついちゃったのはそこな感じ。なる、中村亮斗はやっぱチーム引っ張るって感じなんだけど、ラファエレはやっぱり自分はワンオブゼムだって思っちゃってるのがすごく俺は悔しいな。だからすぐだってお前ラファエレで動画いくつ撮ったの一番撮ってるじゃないですか一番撮ってるかもしれない一番撮ってる選手がさ確かに、だからそれこそ他の絶好調絶好調絶好調と来てて、ちょっとどうしたらラファエレっていう、まあ、期待値のね高さからしてのはね十分活躍はしてるんですよね。だからサウンド2人で撮った時も、はい、もうラファエレは次の日本代表勝てるって中村亮斗なんて、うん、そうなんですよ、何の字も上がってこなかった。その時は上がってなかったですね。うん、じゃあ、 まあそこで言うとその神戸製鋼、まあ、その話出たんで、うん、その中で言うと山中亮平選手とかはどう？やっぱね、まあ、一言で言うと、はい、安定的無難って感じ無難な感じなんですね。亮平ちゃんもうちょっと攻めてもいいんじゃないっていうねああなんかすごく亮平ちゃん亮平ちゃんなんかすごくもちろんチームのことも考えてるんだけど、もっともっと無茶なプレーを山中亮平にはしてもらいたいなっていうのが一ファンの意見だね。じゃああれなんですかね、もちろん僕たちが言うことではないと思うんですけど、やっぱ神戸製鋼もそのなんかダンカーター抜けた後のこう手探り感も結構ある感じですか。バックス、はい、ダンカーター抜けた後、はい、誰が引っ張るんですかっていう話の顔が見えないんじゃないかなって感じ。今まだそのリーダーシップを取るで、ヘイデン・パーカーとかってリーダーシップの選手じゃないから、うん、だから俺はもう明快に神戸のバックスはラファエレでやるとかね、はい、あの山中でやるとかっていうぐらい明確にその指示系統とかちゃんとした方がいいんじゃないかなって感じが。ごめんちょっと俺こう神戸ファン多いからあんま俺でもまあでも神戸ファンも今やきもきしてるっていうのもリアルでね情報いろいろいただいてますからね。そういう意味ではもう俺は本当思うんだけど、ラファエルをスタンドオフにもう一回戻した方がいいと思う。そのくらい彼に責任とプレッシャーを与えてやるっていうぐらいしないと神戸これパナとサントリーに勝てないよ。まあここからこうそこのところがね正直になってますからね。勝てないよ勝てない勝てない。なるほど。じゃあまあ神戸製鋼のところはもうちょっと厳しめ。ちょっと厳しめ。そうですね。なんか今上がった2人、ね。いやだって、はい、他のチームはねもう絶好調。お前
から、まあ、あんだけさ、神戸だけは別格だって昨年見ちゃってるんでね、正直コロナ前から、はい、そのワールドカップでラグビー好きになった人が、はい、梅田信枝ちゃんが一番分かりやすい例じゃん、ファンクラブやめちゃうよ、多分、うん、はい、そう、だからファンクラブ入って神戸応援して、はい、やっぱ神戸って強いねと思ったのがコロナ前じゃない、はいはい、だからこのコロナ明けた後やっぱ強い神戸お帰りなさいと思ったらパナとサントリーの方が強いっていうね、この状況はいかがなもんかなとやっぱり僕的には思いますね。あとは、まあ、ちょっと今日はそういう話じゃないんだけど、神戸のフォワードはちょっとレタリックに頼りすぎ、めちゃめちゃ神戸戦この話じゃないですか。ああ、確かにこの動画で話すことじゃないですよね。はい、皆さんも神戸戦に関してもやもやしてる気持ちは十分わかりました。当たり前だよ、要は、ね、神戸戦は強くないとダメなんだよ。そういうのは、まあ、野球の巨人みたいなもんですよね。もう巨人だよ、はい、巨人、そういうことですよね。巨人がなんかもやもやしてるとこっちもなんかもやもやするぞみたいな。もやもやするじゃん、それはね、もやもやしますよ。でもだって去年だって一番いい状態でリーグ終わっちゃったんですか。もうどんだけもやもやするのここ。わかるじゃん、それはそうですよね。かる、もうだから皆さん今日の動画は違うんで。あ、そうか、そうか、じゃあ、まあ、じゃあもう、残りはですね、はい、実はもう田村優選手しか残ってないんです。おわ、キャノンイーグルスということで、ちょっとチームがね、チームがちょっとチームが今なんだろう、言い方あれですけど、最初にその始まる前にそういろいろ話してた時と比べると、でも俺ね、なんか動画で言ったんだけど本当に怖いなと思ったのが、はい、キャノンの初戦って NTT ドコモなのよ。そうなんですよ、うん、でこれが激戦の激戦の逆転の逆転でドコモが勝ったじゃない、はい、でそっからドコモがガーッと上昇気流になって、初戦のね、初戦がぶっちゃけ分かれ目だった。キャノンはそれからこうなってんだよ。もうこれで、これがもしキャノンがこうだったらこうだったんじゃないかみたいな、紙、ね、一重のなんかその勝負の行方が。実はこれも運命のあやもあるんですけど、僕たちのそのチーム紹介動画でお話した時には、実はコロナの延期がなかった時って開幕節あのカードじゃないんですよ。そう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 、そういうちょっとなんだろう、運命のいたずらというか、あっての開幕戦でのあの逆転そう負けなんで、いやだから本当辛いと思う、キャノンファンは。でも田村選手自体の調子見たも絶好調、絶好調と絶好調、中畑清ですね。分かる人は多いか。このチャンネルは分かる人多いか。チャンネル分かる人多いですかね。あ、なんかね、周りを使うとか正確なプレーだけじゃなく、みんなも結構びっくりしてるんだけど、あのね、自分で抜けるランが増えた。増えてましたね。増えた。そのハイライト見てもやっぱ抜けてるシーンが多いですね。日本代表もしっかり、自分は正確なキックと正確なゲームコントロールとみたいな感じの、はい、なんつうの、ザ・なんかインテリジェンススタンドオフみたいな感じだったのが、はいはい、やっぱり、まあ、チーム事情もあると思うんだけど、結構自分がボール持ってガーって抜けるシーンが増えた。へー、っていうのと、やっぱり責任感を感じてるのが、ディフェンスもすげえ行くようになったし、はい、今日本代表のスタンドオフ誰ですかって言ったらやっぱ田村優。やっぱ強いですね、2019年からスタメン。なかなか食い込めないですね。ごめん、山沢拓也も松田力也も、はい、小倉君もみんないいんだけど、2枚決めなきゃいけないって言ったらやっぱ田村優。現時点で言うとっていうところですね。だから次わかんないけど、あの来週オールブラックスとなんか世紀の大会が急遽決まったとか言って、やべどうしようって、まあそんな状況ないんだけど、ない緊急で休めなきゃいけないってなったら、スタンドオフどうしよう、こんだけ、いや田村優で行こうって感じ。ああ、もうそのくらい、うん、ってぐらい、もういやもうナンバーワンスタンドオフです。はい、もう正確性もあるし、厚さもあるし、ディフェンスもあるし、もう何でもできる、素晴らしい。でもね、それこそまたね、でもこれまた神戸製鋼みたいな話になっちゃいますけどね、キャノンについてのお話をしようとすると。なのでね、ちょっと皆さん分かりました、ちょっとだけいいですよ、ちょっとだけですよ、ちょっとだけ、ちょっとだけキャノンのそのチームについてのお話も、ですね、ちょっとだけですよ、ちょっとだけですよ、はい、日本人選手頑張れですね、外国人選手は本当にいいんだけど、でその田村優、田中史と同じぐらいすごい期待されてた、はい、岩井君っていう復活子が1試合目で怪我しちゃったの、はい、あー痛いな、痛いな。で彼、あれ共同キャプテンなのか副キャプテンなのか分かんないんだけど、そバイスキャプテンかなんかですね、はい、で彼が抜けたのが結構痛い、痛いですか。あっていうのと、キャノンのクリエルとかもすげえ、他にもいい選手たくさんいるんだけども、はい、じゃあキャノンの日本人選手で次日本代表入りそうな人誰がいますかって言った時に上がんないのがちょっと今問題なんじゃないかなって思うと、日本人選手頑張れと。あれですか、一応スタメンということであえて名前は挙げなかったんですけど、田中史選手とかはどうですか、定期的には。最高です、最高です。だからまあ多分だけど、沢木さんほらお前らも知ってると思うけど、はい、後半の10分15分ぐらいで、
普通スクラムハーフ変えるってなんか知るじゃん。ありますね、あります。最近もうフミギリギリまで出してる。だからやっぱフミがいなくなったらやばいって多分サークさん持ってると思うんだ、ね、ってことはちょっとこう2番手の選手との力の差も結構あるって、うん、あいやその2番手ももちろんそうなんだけど、はい、チームの中心だから、うん、フミはちょっとさすがに変えらんないっていう感じ。じゃあもうここの90はちょっと日本代表に頼らざるを得ない。そうそうっていう感じですかね。そうなんだよね。あだからそれがもちろんねメリットでもあるんですけど、うん、じゃあここ下が突き上げないとちょっとしんどいぞと。そうというのとやっぱり長いシーズンうん、やっぱ80分で戦い切るのと、ね、60分50分でやって休むのとやっぱ違うから、うん、そこまで負担感怖いですね。その後半にかけて大丈夫かなっていう気はします、ね、でそれ佐々木さんはそれはそれで分かってるはずなんだけど田村優と田中文が出れるんだったらギリギリまでやるしかねえとっていう感じだと思う。ていうのともう今もうちょっと YouTube メンバーの話題は試合後の沢木さんのコメントが怖すぎるっていうね。いやまあ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 、あのスコアであのコメント出たのが怖いですよね。はい、コンタクトしたくなかったらラグビーやめればいいんじゃないですかっていう怖い怖い怖い、他のスポーツやればいいんじゃないそれって聞いた方どう思うの。もうその選手の確かにリアクション気になりますね。もうちょっともうはいキャノンの人多いです。ちょっとちょっとで話でしたからね、はいはい、最後はもう全然騒ぎさんってなってますけど、まあ、ただ日本代表の選手はもう相変わらず絶好調で活躍をしているとそうですね、うん、まあ、ここでも名前が出なかった。ちょっと今、はい、スタメンの1から15やったんですけど何気にチェックしてもらいたいのが、うん、トヨタのキャプテンやってる茂野選手、スクラムハーフ、すごく今トヨタの好調を支えてるのがやっぱ茂野選手だと思うので要チェックっていうのと、あとワールドカップで1試合しか出てなかったヤマハのヘルエベ、はい、もうね破壊を、おもうタイムアウトやってる、来たやつ全員飛ばすみたいな、もうなんか全員大変なやつじゃないですか。いや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 、だからそのくらい日本代表は全然、ごめんなさい、ペーラーバレットとか言ってますけれども全然日本代表も、いやそうなんですよね、まあ、本当にそう、まあ、強いて言うならちょっとその中でも山中選手とラファエレ選手が、いやいや、もちろんいいんだけど、いいんだけど、ね、期待値が高いから、だから田村と田中文とのポジションが違うじゃない、はい、チーム事情、うんうん、そうなってきた時に俺はやっぱ田村優と田中文はすげえって今言ったのと、ラファエレ山中はもうちょっと頑張ってよって思うみたいなのは、いやそれはねチーム事情だってそれ、うん、だけど全員素晴らしいと、はい、うん、ああいうことですね。まあそこでトップリーグ進んでいく中でこの日本代表2019年のワールドカップで活躍した日本代表の活躍を追いつつ、じゃあ次の日本代表本当に誰が入るのかっていうところもね要注意ですね。ですえ、はい、その話もしちゃうじゃん。いやもう今回はそれだけないですねはいという感じでね、2019年でね、はい、ラグビーにハマった皆様、まだまだ日本代表の選手は活躍しているということで、ぜひぜひトップリーグにもご注目くださいと、はい、ということで、本日の動画は以上です。それではいきますよ、はい、せーの、レッツラグビー。